新潮時代の台北駅、新潮時代の淡水河の橋キールに駅に展示されている当時のレール、竜明電造画メロンレー古道を通過する列車。この区間は日本統治後6年で廃止された。前代鉄路省無双局鉄道は台湾のキールンから台北と台北から新築に至る2つの鉄道路線で構成されており、新潮統治時代に 台湾順部として赴任した竜明殿により推進され、前代鉄路商務総局によって建設、運営。台南までの延伸構想があったが、新築以南は先頂付近の築堤に着手しただけでそれ以南は着工には至らず未成線となっている。新潮台湾鉄路、または竜明殿鉄路とも言われている。台湾総督府鉄道の前身 台湾鉄路管理局の前々未である。新朝時代の乗車検視給例、水道台北イコール東支援管鉄道、改良図成長、高所時期に、龍明伝が当時の中国発の旅客鉄道路線として計画を推進した。1887年、龍は新朝政府に認可を要請、4月29日に、政府は、福建台湾省の自己資金調達での建設を、 認めた。同年4月台北市にて、大稲開発事業に着手、ここに台北駅を設置することにした。機関は現在と同じ3フィート6インチで、まずは、キールン港から台北を経て、新築に至る路線に着手した。前代鉄路商務総局を設立と機構式典が行われた6月9日は、現在台湾における鉄道の日となっている。 台北と新築間も翌年に寄港している。このうち、キールン市内の支給冷水道の工事は1888年春に寄港、全長235メートルのトンネルは30ヶ月の後期を要して1890年8月に完成した。これが台湾発の鉄道トンネルであり、また現存する唯一の新潮時代の鉄道トンネルである。1888年。 大稲から断水河を越える木造の鉄道橋が竣工した。現在の台北大橋の前身である。同年7月18日、台北から鈴口が完成、試運転が行われ、1891年10月20日には、キールンと台北間約 28.6km が全通した。しかし開業前に、龍は体感しており、昭遊連が後を継いでいる。 1893年11月30日には台北と新築間も開業した。ただし大半は竜が事業に携わっている。開業式典は1894年1月23日に開催された。鉄道路線としては1 6ラムレール、最急勾配50パーミル、最小曲線半径100メートル低規格であることと、橋梁が水害により流出したこともあり、 日治む時期にほとんどが付け替えられた特に台北市から東園市に至るルートは樹林を経由する淡水河の対岸ルートに置き換えられ、元の路線は台北対南道路として現在の小道台1 0 0線9となっている。元々の路線計画は対南浮上までを結ぶものであった。後の日本人による調査で新築から先頂きまで南下する築堤の遺跡のほか 新にに至るる資材運搬用貨物支線の存在が明らかになってい1895年8月30日に提出された日本人の鉄道技師板倉勝文による急戦現地調査でこの支線は鉄道の開業後廃棄され使用されなかったこと旨の報告されている台湾が日本の統治下になるとこの路線は接収されまずは 軍用鉄道として活用された。数箇所の橋は幾度も補修と崩壊を繰り返しており、レール規格や設計、試行水準も使用に耐えないほどの低水準だと分かると日本当局は高規格化路線建設を決定、最終的に全長1 0 6トルのうち0 8トルしか再利用されなかった。改良事業中は、 炭水画の橋が普通となり台北新築線は橋のそばにいくつかの臨時駅を仕立てて分断輸送となった。そして東内縦貫鉄道計画が完成したが台北と東支援間の経路変更は最大のものだった。宮和口カメロン霊は急勾配のため放棄され日本統治開始6年後の1901年に公共ウグイスー大使を経由する現在のルートが開業した。 旧ルートのうち、大京都をマイナスである移行間は100年以上を経て、台北都市運新城線として事実上の復活を果たした。また、水ペン客付近の移行は潮留駅付近で発見されている。東園以南も現在の縦貫線が開通するまでは、そのままのルートで再利用されており、新潮時代にはなかった駅も設置されている。放送レスリー社製の電製6号機関車。 静電強盗運号新潮時代は蒸気機関車を8両保有しており、1号機と2号機はドイツホエンツォレルン機関車製造製で別名アグリ運号、オカゼ号とも呼ばれていた。日本統治後に接収、1型蒸気機関車に改名された。3から8号機はイギリスのホーソンレスリー社が製造し、6から8号機には静電、超ゴミ、雪景という愛称があった。 同じく3型蒸気機関車と改名、1931年に廃車され、現存しない。当時の台湾人は、新しい科学技術に対して風水が乱れると、意味嫌うものや、便利さを称賛するものまで多様な意見を持っていた。商家銀行創業者のご徳光が残した、新築坂輪車、大台北という詩が流行した。は、いね、を指し、 午前中に汽車に乗っているだけで新築から台北に到達できると歌っている。このような列車の特性や利便性に対する描写で5は賛成派だったことが伺われた。以下の路線は一部が新潮時代の路線に相当する。ありがとうございます。